ン・ピエール・ローランスは、フランスの画家である、パリで生まれた。父親のジャン・ポール・ローランスは、画家で、パリ国立高等美術学校や、私立の美術学校のアカデミー・ジュリアンで多くの画家を、指導したことで知られている。兄のポール・アルベール・ローランスも画家になった。1890年からアカデミー・ジュリアンで兄と共に、学び、フランス芸術家協会の展覧会に1899年に、 初めて出展し入賞し、その後も高い評価を受けた。有名な画家工芸家のジュール・ディエトルルをソフトする芸術家の一家の出身で彫刻家として活躍していたイボンヌ・ディエトルルと結婚した。第一次世界大戦が始まると、出生し、アルデンヌ県のロッククイフに近くで足に銃弾を受け負傷し、捕虜になった。1914年9月に、 ベルリンの南のビッテンベルク捕虜収容所に送られた。収容所内の厳しい環境やチフスの流行の様子などのスケッチを残し後に出版した。その後、ラトビアのクールラントの労働収容所などに収容され、1918年に衰弱した状態で解放され、スイスの赤十字キャンプで療養された後、フランスに戻った。1928年から建築家、 フランドランダによって建設されたシャキヨンの教会の装飾画の仕事をしたが完成する前に亡くなりプロジェクトは妻のイボンヌラによって引き継がれた。1930年に芸術アカデミーの会員に選ばれた。アカデミー・ジュリアンやパリ国立高等美術学校で教えた。ありがとうございます。